毎週月曜日に、お届けしております、日本を取り巻く国際情勢、特にこの朝鮮半島、ロシア、中国、日本が安全保障上いずれ戦争しなきゃいけないとなれば、やはりロシアか朝鮮か中国か、それ以外は考えても起こりにくいと思います。フィリピンとはおそらく戦争はできないでしょう。ベトナムともしないでしょう。タイともしない。ニュージーランド、オーストラリアともしない。戦争というのは何らかの大義名分があって、攻める理由、そういうものを作らなきゃいけないから、あんまりアルゼンチンとかアフリカとかは関係ないと思う。そうすれば外交と戦争というのは、いわゆるこの連携をしておかなきゃいけないわけで、ロシアとの外交はどうなのか、朝鮮との外交はどうなのか、中国との外交は、フィリピンとはどうなのか、いろんなことで外交というものは戦争の抑止になるわけです。その外交官のまた個人的な力においても非常に大きな抑止としての関係はあると思います。全く抑止のない外交をしたのは安倍晋三じゃなかろうかと。27回ロシアと首脳会談をやったと、言ってるんだけれど、 やればやるほど関係が薄くなっていくというのは、その人物の能力、そして魅力、そしてあらゆるその取り巻きも含めた努力というものがなくてはなりません。努力はしたから27回やったんだと言えるかもしれないけど、やればやるほど馬鹿に、どん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 馬鹿の色が濃くなっていって、最後相手にされなくなって、もう二度と顔も見たくないっていうのが日露関係ではないだろう。だから憲法上で領土の割譲はないという、しないという憲法で謳われちゃったから、憲法にロシア側が重視すれば、全くそのもう話の第一歩がもう始まらなくなっちゃう。憲法でできないんだから。ところで私は自分の人生の中で、ちょっと外国の法律で決まったものをひっくり返すことをやった経験があります。これがフィリピンのマルコス大統領と私は縁があって親しくはしておりましたので、そのマルコスがベニグノ・アキノという上院議員を政敵と捉えて、この行動に対してケチをつけて逮捕して死刑にしたわけ。やっぱり独裁者だからそういうことはいつでも よくあることだ。殺す独裁者が政敵を殺すのはどこの国でも独裁者はやってるわけで、マルコスも相当数の人を殺してるはずです。もちろんプーチンさんも独裁者だからたくさんの人は死んでるでしょう。今日もいわゆるオリガルヒの誰かが殺されてると思います。そういうマルコスがベニグノ・アキノ死刑と、どん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 死刑の日が近づいてきて、いても立ってもいられないのがコラソン・アキノという女房ですね。後に大統領になられた。その人が私がマニラで、
バニラホテルの最上階に泊まってる時に、来られまして、それはまあ、私と行動を共にしてた石原慎太郎を訪ねてきたわけです。これ石原はあまりその他人の利益とか他人のことについてはあまり努力しない人だから、せっかく頼みに来ている秋の夫人を待たせてたもんだ。私が石原が今手が離せないから私が聞きましょうと、それじゃあ主人を助けてくれと、死刑判決を何度か書いてほしいと。いや、死刑というかフィリピンの憲法の下で決まったことだから、我々外国人がフィリピンの法律をひっくり返すことはできませんよと、まあ、説明したんだけども、なんとかお願いしますとマルコスさんに言ってくださいと。まあ、100% できないのは僕は分かっておったけれど、まあ、一応明日マルコス大統領とマナカニアンで会うから、石原も連れて私が頼みに行って話はしてみましょうと、まあ、おそらくできないと思いますと、こういう形で断ったんだけど、まあ翌日市原連れてマラカニアに行って、大統領に、秋の大統領の死刑を無罪にはできないかと私は言った。実に非常識な話、それを承知の上でズバッと僕は言ったわけ。それはもう冗談じゃねえ、無理だとか、できないよと。マルコスも私にそう言い返してきた。しかし私も昨日夫人から頼まれてかわいそうだと、まあ、人道的にかわいそうだと、助けてやらないかなと思ったんだと。別に飽きんのが誰かを殺したとか、政府の大金を盗んだと、明らかに死刑に値するような罪を犯したらはないはずだと。一生懸命国のことを考え政治をやっておったけども、何らかの独裁者に対するまあ具合が悪いことを言ったのか、やったことで性的だから死刑になったんだと思うよと。だから彼は正義感があって悪い男ではないんだと。でもボーンとズバリ言ったら、考えたんだよマルコス大統領は。石原はもう怖がっちゃって、もうそこまで言うことはないだろうと。石原はもう自分が頼まれてるの。私はまあ相手誰であろうが自分の思ったことはズバズバ言うタイプだから、まあ文句言ったら喧嘩すればいいんだと、こういう気持ちですから、どんどん言って言ったら、それじゃあ松浦と福田総理の親書を持ってきてくれよと。福田総理が親書を出すならば国と国との話だから考えなきゃいけないんだろう、こう言い出したもんだから、あ、これ乗ってきたなと僕も思って、よし、わかったと。それじゃあ次回福田総理の親書を持ってくるから、と言ったわけですよ。それで、石原に、おいよ、親書を書いてもらってこいと。言ったら、いやー、それは無理じゃないかと、石原も。それぐらいの常識があるわけだから、無理だろうと思うよと。それで私がフィリピンを、その後僕はオーストラリアに行って、今牧場を経営してたオーストラリアに中間行く予定だったから、で石原に東京へ帰るから、お前東京へ帰って福田に頼めと。でその女はちょうど割の尖閣列島へ上陸するそのため関係があるから、その座には俺から言うと。で、わしはまあ、ご覧から毛利万兵衛を怒
ベニグダ・アキノの死刑判決の件を寛大な処分をお願いしたいと頼めと言ってもらえば、ベニグで私はオーストラリアに行って、イサラは東京で行って、それで福田総理に行ったんだろう。でそれがうまくいし、これ、新庄出るということになったわけです。それで新庄出るということで、いや、次のアポイントメントを決めて、私はまだ1ヶ月後に新庄と共に石原を連れてマラカニャに行きました。それで新庄は外務省から、日本大使館、マニラにある日本大使館の大使に届くわけです。で大使も連れて、私と石原と大使と、で私と私の付き添いに来てたのが小池雄二郎という、小池百合子の父親ですね。それでその父親は私の鞄持ちで来てまして、それでマラカニャに行って、また大統領は、まあその前にも新庄来るいうことは伝えてやるから、もう彼もちょっと緊張して、それから大使から私のところへ新庄をいただいて、それで僕はマルコに渡して、先月の約束通り総理からの新庄であって、この中身はベニグナ・アキノの死刑判決の取り消しだと。もうマルコさんも仕方なくそれを受け取ってみて、3日後にきちっと回答しますと言って、あとはまあ私とマルコスで和やかに過ごして、そして3日後にマルコス大統領の命令においてですね、これはベニグナ・アキノは海外へ移動すると、そして一切政治活動はしないと、いろんな、まあ、細かい条件もついてましたが、それを承知するということで、アキノも承知したわけです。で、いろんな書類を交わして、その後、アキノは無事刑務所から出て、アメリカへ移動したわけです。まあ、その後は私の責任を果たしたわけだから、その後また市原と若宮とかいう私の鞄持ちもしてましたけど、これが秋野を訪ねてアメリカボストンまで行って、次の選挙に出ろ出ろと言っておだてて、でボストンから私に電話かかってきましたけど、その秋野を連れて帰るってダメだと、そこ行ったら殺される、マルコスは怒る、ということでやめてくれと。しかしこの市原若宮はそれをまあ強引に連れて帰ってきて、結局飛行機降りた途端に殺されて、フィリピンの土を踏むことはできなかったという悲劇で終わっちゃったんだけど、そういう経験をしたことがあります。その今回の大統領選挙で私もびっくりしたんだけど、フェルナンド・マルコスというのがドテルトの長女と大統領、副大統領のコンビで見事トップ当選、大差をつけて当選して、親父の後の大統領フェルナンド・マルコス息子が引き継ぐって言って、いやーこれはよくやったもんだなと思いました。まあこういうことで、今新しい大統領は、マルコスの長男がこれからやることになると。ぜひもう一回マラカニャへ行って息子を励ましてやりたいと思ってますけれども、私は残念ながら海外行けなくなっておりますから、それはできないと思います。その辺についてこのインテリジェンス、情報のプロ、情報のプロ、日本では唯一の情報についてのプロの方は、この
さんは光弘先生です。この、マルコス大統領に 何人かを置いて、今息子に取り返した息子がこの問題について一言お願いいたします。わかりました。菅原でございます。今新しく当選しましたマルコス大統領、この大統領のお父さん、その他についていろいろ浄土院さんからお話、大変興味のあるお話でありましたけれども、現在フィリピンが当面している問題といいますのは昔と全く変わらないんですね。一つは貧困で、もう一つは麻薬の問題、貧困と麻薬。それで前任のドゥテルテ大統領はこの麻薬患者、麻薬を扱っている全ての人に対して立ちどころに射殺すると、まあいいような強硬な手段で麻薬の撲滅を図ったわけですけれども、これも結果的にはあまり成功しなかった。結局貧困っていうのがこの最大の原因なんですね。で今度のマルコス大統領って言いますのは、この貧困を解消するためにどうするかということで、要するに経済を要するに成長させようと、発展させようと。でそのためには中国からどんどん要するにお金を導入して、そして、まあいろんな不動産を作り、その他を作って金をじゃんじゃんフィリピンの国内に流そうではないか、まあ、それによって、まあ、フィリピンの今のことである貧困もなんとか解消できるんじゃないかというのがこの政策の、まあ、基本のようでありますけれども、さてうまくいくのかどうか、この問題は今これからの問題はそうなんですけれども、要するに中国との関係、このドゥテルテ大統領もアメリカの反対を押し切って中国と、まあ、いろいろ結びつきをしましたけれども、中国もただ慈善事業でやってるわけじゃないわけでありまして、中国から金を入れればそれだけ要するに中国に借金がたまるわけで、その借金をどうやって返済するかというようなこともいろいろ問題にあるわけですけれども、今フィリピンと中国とない、これは我が国にとりましても一番大きい、フィリピンについて現在一番大きな問題といいますのは、これは南シナ海の問題で、南シナ海が中国に対し、まあ、いろんな形で占拠され始めているということになりますと、我が国と中東、あるいはその他の国々と結ぶ要するに航路、これが不安定になっていくと。要するに南シナ海が中国の海になりますと。これは我が国の貿易にとって大変大きなということで、今アメリカと一緒になって、いろんな牽制をしているわけですけれども、このフィリピンが今一番大きな問題になってますのは、このフィリピンと中国がお互いに領有権を主張しておりますこの南沙群島、これは中国は自分のものだと言ってるし、フィリピンも言ってる、まあいろんなことありますけれども、ドゥテルテ大統領の時代はこれは置いといて中国と長くやっていこうということで、アメリカを、もっともドゥテルテさんも要するにいろんな問題で起こった時にあるということで、アメリカとしきりに軍事演習をやってました。さて
したがって今のこの新しい大統領にとりまして、この中国との関係をどうするかということが一番大きいことで、それともう一つは今言いましたように、それとの関連の中でアメリカとの関係をどうするかということで、で先ほど調度委員さんからお話がありましたけれども、このマルコス大統領のお父さんお母さんのイメルダ夫人、まあ、大変いろいろなことがありましたものですから、結局ハワイに亡命した、ハワイに亡命したんですけれども、その時に訴えられて、人権侵害その時に訴えられて、ハワイの裁判所からいろんな形で要するに罰金を課せられているわけ、あるいは損害賠償を課せられているわけ、これがかなりの額に上る、正確なことを失礼しました。したがって息子である大統領がアメリカへ行くということになりますと、立ちどころにこのお金の請求がアメリカの裁判に出てくるということになりまして、その、まあ、ドゥテルテは別の理由があったんですけれども、このマルコス大統領、また新大統領もアメリカには行けないということで、これはフィリピンとアメリカとの関係がこれからどうなっているか、これはしかし我が国にとっても大変大きな影響があるし、それから南シナ海のアンテナ隊には大変大きいということで、これからマルコス大統領の存在といいますか、いろんな意味で要するにそのまあ主役になるというような状況であります。しかしそのアキノにしてもマルコス氏にしても、あるいはドゥテルテ首相ですけれども、フィリピンの大統領といいますのはいずれもしたたかな人たちばかりであります。新しい大統領がまだいろんな政治的な経験もないと言われてますけれども、しかしそういった今度の選挙で圧勝するというなことを見てますとそうですけれども、このなかなか要するに巧みには、したがって中国、アメリカ、あるいは場合によっては日本も含めてです。含めて、要するに翻弄されるかもしれないというような状況もないわけではないわけ。したがって、今、我が国はアジア太平洋の、インド太平洋の時代と、あるいはまたいろんな形で、自由で開かれたなんていうかとか、いろんなことでありしゃいますけれども、その中でしかし考えてみますと、フィリピンの存在っていいますのは大変重要な意味を持つと思う。南シナ海の安定、そのためにはどうしてもこのフィリピンの存在っていうのは面白いということになってきますと、これから我が国の外交、あるいはアメリカの外交、あるいはカザフ、あるいはインド、まあ、そういった今までできつつあるそのアジア外交、日本の、まあ、そういうものに対して非常にこれから大きな影響を与えるかもしれないということで、マルコス大統領のこれからの存在といいますのは我が国にとりまして大変重要だと、まあ、いうことで、まあ今フィリピンと日本との関係といいますのは詳しいことはよく分かりませんけれども、まあバナナを輸入したりなんとかっていうようなことが中心になって、経済的な関係が中心になっているようでありますが、昔のようにそのいろんな形で日本の利権とかなんかっていうことは、まあこのフィリピンとマルコス大統領とするためには日本の岸田さんをはじめとしまして、
日本の政治家も政治家も腰を据えてよく見なくちゃいけないと。まあいろんな形で諸外国に日本のあるはされてますけれども、日本の政治家で何が足りないか、これは中曽根さんもよく言ってましたけれども、そうなんですけれども、基本的に哲学がない。要するに上っ面でフラフラといろんな形でやってるわけですけれども、あなたは基本的にどう思ってるんですかと、あなたの信念はどこから来るんですかと、ということで、やっぱりそれを、そういうことを、その哲学と、あなたがこの世の中を、世界を、あるいは日本をどうしようとする、それはどういう根拠に基づいて、こういうものが日本の政治家には全くないんですね。ただただ表向きの政策がどうのこうのこうのっていうわけですけれども、したがって今日本の政治って言いますのは本当に浮き草のようにあっち行ったりこっち行ったりフラ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 。まあ今コロナであれですけれども、このコロナの問題についてだってそうなんですけれども、一体これどうするのと、あなたはどうすればいいと思うんですかというきちんとしたら、いやいやアメリカのファイザーの薬を、いやワクチンを打てばいい、これはイギリスでこんなのがあったからこれある。なんで日本でワクチンを作らないんですかと。まあこういうことで、まあこういうことでつながっていくわけですけれども、要するに、まあ残念ながら、このフィリピンなんかと付き合うときに、そういう哲学というものが、あるいは腹がきちんと定まっていなければ、もう本当に、こういう人たちに対しては翻弄されていくというのが育成だと。まあそういうことだろうと思います。まあつまらんこと申しましたけれども、以上で。で今の考えてみれば、マルコス、そして今のアキノ、ベニグノアキノ、これはまあ宿敵だ。政治的に敵対してた。そのマルコスの後、まあ、ラモスエンリレーというのがクーデターを起こしたわけです。でクーデターは CIA と組んで、まあこれだと言っても50人ぐらいの人が反対してたら、CIA がちょっと今騒ぎが起こって、デモも来るでしょうから、だからいつもデモとクーデターは作戦のこれは切り離せない組み合わせだから、デモやってクーデターやる。陸軍の軍人とラモスエンリレーと、それから CIA の雇われ、まあ、民主デモを起こして、危ない危ないって言って、ガムへ連れて行ったんですよ、最初は。ヘリコプターかなんかで、パッとすぐ。だから、この、あと、ハワイで殺されたんだけど、まあ、毒もらえてたんじゃないかと思いますけど、私がちょうどハワイの家の、近所の墓地にマルコスが眠ってたわけで、これ公開で僕が墓地行ったら、そのままの顔で寝てるわけだ。だからかわいそうだ、こんなところで何でかされてと。だから その後裁判で、まあ、エメルダもやられてたんだけど、おそらくこのファミリーは反米になってるんじゃないかと思いますね、今。親父がここまで騙されて連れ出された。で、私はマルコスに行ったわけだから、必ずあなたは追放されるぞと、裏切られるぞと。なぜだというから、
やもうベトナム戦争でクラーク・スービック両基地はいらなくなった。だからクラーク・スービック基地はいらないんだから、米非安全保障の条約はもう続ける必要がないと。アメリカが金を出すんだから、これはアメリカが金を出して基地を全部自分たちの直接費用で、日本の場合は米軍基地は日本の金で賄ってんだよ、思いやり屋さんとか言って。そうじゃね、フィリピンの場合はマルコスは金もらうわけ、基地代を提供してるから土地を。日本の逆ですよ。だから当時はやはり切りたかったんだろう。1980年レーガンドクトリンっていうのがあって、いわゆるその財政収支均衡法というの、赤字財政が続くから軍備費を削るということで、一時は在韓米軍まで考えてた。だからその時はフィリピンの基地はいわゆる廃止、撤退しようと。それが1984年の段階で、アメリカはクラーク・スービック基地を1991年にゼロにする。それをテニアンに移すと。テニアンに。そういうテニアンに予算を取ってもらう。その時の計画の作戦責任者がリチャード・アミテージ。だからリチャード・アミテージによってテニアンにクラーク基地とスービックの基地を全部テニアンに移すという。この計画があったから、私は大統領マルコスさんにこういう計画、あなたはもう米軍とおそらく切り離されて、アメリカは1991年の条約終了の同時に全ての軍事基地をテニアンに移すであろうと。それはいや、そんなことはアメリカはないと思うよと。絶対我々同盟はこれは誰が何と言おうがひっくり返ることはないと。そう言ってすぐあと、1986年ぐらいもう大統領は秋野になっちゃった。その前に、ラモスがやってるから、だからまあ息子たちエメルダンも裏切られたという気持ちは強いと思うから、ドテルトと組んだのは中国と約束してるから、ドテルテは。だから領土問題は棚上げ、国際司法裁判所における判決は無効と、その棚上げですね。その代わり経済援助をでこいと、まあ強引だと。ドテルテと今のマルコスの息子が組んだ。これはやっぱり中国寄りのフィリピンがまだこれからも続くのではないかと。南西諸島のトラブルにおいてもこのドテルテ、マルコス、ドテルテ、これも一体であって、そういう、まあ、私は見方をしております。そしてこの宿敵でやった秋野家の女房も大統領になり、そのまた当時5歳ぐらいの男の子を連れてきてました、わしのホテルに。そいつがこの間まで大統領、ドテルテの前まで大統領やって、まあ面白い因果関係だなとわしは思います。